日立中港は、茨城県日立中市と中郡東海村にまたがって存在した重要港湾である。2008年12月25日、日立港、大洗港を港域に加えた茨城港に包合されたことにより独立した港閣は消滅し、茨城港日立中港区に改められた。1985年に、日立中国際港湾都市構想が発表された。 2000年4月には3つに分かれた埠頭のうち、北埠頭が開港し、交通面では、日立中有料道路や国道245号などで結ばれている。すべて開港するまで、あと数年かかると言われている。また周辺では、大型ショッピングセンターや、総合運動公園、シネマコンプレックスなどの娯楽、スポーツ施設、日本市会場などの計画も進んでいる。 将来は北関東自動車道によって北関東を中心に各地へ直結され東京湾の過密航路を避ける関東地方における海運の拠点となることが期待されている。すでにそれを見越して小松が2007年1月急増する需要に対応した新工場の稼働を開始。日立県機も日立中林工工場面積 18万3000平方メートルを2008年4月から稼働している。これら2社は分解せずに大型機器を輸出できる点や陸上輸送のコストの大幅な削減が可能な点などで進出。今後も企業進出が期待されている。日立中港区北、不当日立中港区南不島北不島、中央不当南不当の各地区で構成され、 北不当地区から段階的に整備されて一部設備は共用開始されている。北不当地区は1998年に内房バース、2000年に外房バースが共用開始され、現在は中央不当地区の整備が進められている。さらに、2役や入出港の船舶の安全性の向上を図るため、東防波堤のほか、2008年から中央不当地区に 新たな防波堤の整備が進められている。2015年2月現在の経流施設は以下の通り。ターミナル面積は約18ヘクタールを有し、船舶からコンテナの荷上げ積み込みで使用するためのガントリークレーン2機とコンテナヤードからトラックに積み込みするためのトランスファークレーン3機を備える。施設運営管理は株式会社茨城ポートオーソリティ及び 日立中コンテナターミナル株式会社が行っている。現在、日立中な港周辺の日立中地区の事業内では、土地利用を下の八つの地区に分け、計画を進めている。ありがとうございます。